久保さん、今回松岡修造にしましょうか。諦めんなよ。諦めんなよ、お前。諦めんなよ。お前諦めんなよ。いやーね、南の帝王をこの世なく愛する人にとってはね、掛け合いですよね。いや、久保さんのもう一言一句、多分一言一句ほぼ合ってますよね。そう、ようこさんですよね。翔子か、翔子か。いいっすよね、掛け合い。そう、なんとかなら、金ちゃん、みたいな。なんとかならへんの、みたいな。うん。おい、公平、みたいな。で、まあ、シーンによってはね、おい、公平。お、あれ、調べてこい、みたいな。うん、兄貴、みたいな。金ちゃん、みたいな。いや、掛け合いがね、いいんですよ。で、掛け合いが終わった後、ディッディッディッ、ちょっと BGM 僕で、あれですけど、BGM がね、またいいんですよ。BGM ね、超合ってますよね。あれ、BGM すごいいいんですよね。あれ、ちょっと、わい、すげえ、これから始まるぜ、みたいなね。で、BGM が流れて、黒ベンツがね、いいっすねー。まあ、諦めたらね、それで終わりなんで、まあ、諦める時も必要かもしれないですけど、諦めても人生は続くと。お金を稼ぐことを諦めても、お金が必要な人生は続くと。まあね、自給自足みたいな生活をするんだったら、まだちょっと話は変わってきますけど、ね、お金はかかりますよ。ホテルに泊まったら、ホテル代かかるんです。ただじゃないんですよ。いやだね、久保さん。燃費っすね。めちゃくちゃ燃費っすよ。やっぱGTR で、今北海道来てるんですけど、GTR で回ってた時はもう、すぐ給油してましたけど、すごい楽っすね。全然給油しなくていいんで、GTR の感覚だと、あれなんで。いいっすね。まあ、諦めてもいいと思いますよ。でも、続きますよ、人生は。え、久保さんね。だから、人生は諦められないっていう。まあね、自分で命を絶つってことだったら、別かもしれないですけど。まあ僕はね、悟ったことがありまして。何を悟ったかっていうと、まあ僕もね、自殺をしようと思った時があって、手首にね、ナイフを、風呂場でね、手首でナイフをこう切ろうとしたんですけど、痛いんですよ。痛えな、みたいな。で、その時悟ったのが、俺は死ねねえなと。俺はちょっと、チキン野郎で痛いの嫌だなっていう。死ぬのも痛いんですよね。まあ、その死に方によっては痛くない、その死に方もあるんだろうけれども、いや、切るのは痛いですよ。で、僕は生きるしかねえなと、生きるんだったらやるしかないな、みたいな、思いましたね。だから諦めない。だから人生を諦められないんだったら、人生を諦められないんだったら、生きるしかないなってことですよね。やるしかないなっていう、まあ、極論に行き着きましたね。だから僕はね、まあね、いろんな賛否両論というか、まあね、あんま大きい声で言ってはいけないことかもしれないですけど、僕は自分で自分の人生をこう決断して立つっていうね、人っていうのはすごいなとは思いますね。だって僕はそれができなかったんで。でも、そのできなかったことができるんで、できるパワーがあるんだったらね、もし違うところにパワーを注いでたら、まあその辛いことだったりとか、そういうことは乗り越えられたんじゃないかなとも思いますよね。僕ができなかったことをできるわけですよ。で、ほとんどの人ができないですよ。できます？自分で自分の命を絶つ。痛いですよ。手首切るの痛いですよ。飛び降りとかもありますけど、無理っすね。怖いっすよ。さすがに。
あれどんな感じなんですかね。まあ一瞬でね、こうバーンってなるんであれだと思うんですけど、ちょっとできないですね、僕は。でもできないことができるわけじゃないですか。だからできないことができるわけなんだから、それ生きてても、死ななくても、自分で命絶たなくても、できないことができたんじゃないですかね。まあその人それぞれのやっぱ人生なんでね。まあ僕が勧誘するあれもないですけども、でもほとんどの人は自分で命を絶つことはできないですよ。だから僕はまあ人生をね、諦められなかったですから、生きていきますよ、これからも。これからも。ということで、いってらっしゃい。